松潤さん、こんばんは。速稼塾の久保です。今日も動画を送っていただきました。僕が僕であるためにというね、尾崎豊さんの、まあ、代表曲といいますか、全部代表曲なんですけども、まさにね、この僕が僕であるためにっていうのは、歌うたびに、聞くたびに、その尾崎豊さんがね、東京という街、日本という国でね、自分と社会ってものをなんとかね、すり合わせようとしてもがき苦しんでいる姿を私は想像してしまいますね、うん。まあ、でもね、この30歳にも満たない尾崎豊さんが、まあ、50代に近い、私もそうですけども、アラフィフとかね、50代とか60代の人にも、心に響くと言いますかね、すごいですね。だって20代でお亡くなりになってしまったわけですよ。20代にしてあらゆる世代、40代、50代、60代という尾崎豊さん自身が経験もしてないような、そんな方へのハートへ届くようなメッセージをもうすでに書き上げてるんですよね。私たちはですね、尾崎豊さんと本当は一緒に年を重ねていきたかった。尾崎豊さん今だったら50何歳とかになってるでしょうね。多くのもしかしたらミュージシャンを生み出してるかもしれませんし、また別の方向に進んでるかもしれません。それは全く想像できませんけども、ただね、尾崎豊さんがあそこで曲を作るのがもうね、終わってしまった。これがですね、これこそまさに、これすらもまさにですね、尾崎豊さんを完成させている、まあ、要因の一つであるんじゃないかなと思っちゃいます。尾崎豊さんは誰よりも、私たちの気持ちを代弁してくれましたけども、尾崎豊さん自身の求めるところはどこだったのかなとかね、考えながらこの曲を聴いてしまうわけですけども、さあ、それでですね、私がね、ちょっと松潤さんに一つね、また聞いてみたいことがあると思うんですよね。聞いてみたいこと、もしくはトライしていただきたいことなんですけども、この僕が僕であるためにっていうね、歌があります。まあ2番までありますよね。じゃあこれにですね、3番をつけるとしたら、松潤さんでしたらどんな詩を並べられるかなってことなんですよ。これはね、私もそうですけども、私が音楽をやっていた頃、他の皆さんにも、他のメンバーにもね、課題に出したんですよ、ね、最初のワンフレーズ書くのに、まあ、まさにね、1年間ぐらいかかりました、みんなでね。そして1年間かけて出し合った最初のワンフレーズが全部ボツになりました。まあ、そのぐらいね、私が一番脂の乗り切った時期でも、まあ、と言っても大したことではないんですけどね、アンサーソングっていうのは難しいなっていうのと、尾崎豊さんの僕が僕であるためにっていう曲、このモデルがあるのに、私たちはもう作れないんですよね。そのぐらい人の曲って生きてるんだなと思いますし、死なないんだなというふうに感じましたね。まあ、表現がなかなか難しいところなんですけども、じゃあちょっとね、視点を変えて、今回ね、コメントをしてみようかと思うんですよ。僕が僕であるために、このね、歌詞の中で勝ち続けるってなんだろうと、自分の我を通すことなのかなと、他の人とは全然融合しないんだけども、もう他の人とは俺は違うぜみたいなね、そんな自己肯定感の表れなのか、そもそもですね、他の人は自分に対して挑戦してきてるのかなと、戦いを挑んでるのかな、そうではないと、一人だけ自分だけ戦い続けて空回りしてる、その姿が勝ち続けなきゃならないっていうことなのかなとかね、思っちゃいますよね。もう今となってはこれどういう意味なんですかっていうふうにコメントを求めることはできないんですけども、まあ100回問い合わせて100回答えが出ないっていうね、そんな自問自答が今日まで繰り返されている。それもまさに歌詞の一部、私たち、語りかけてくる、まあ、歌なのかなと思っちゃいますよね。で、私が思うのはね、これのアンサーとしてこういうことなんだと思うんですよ。ね、まあ、この街っていうのと自分自身、僕っていうのを完全に切り分けてるところがある反面、少し心を許すっていうね、他の人のこともちょっと、あ、なんかわかるなとかね、俺ってちょっとごめんね、ダメだったねと、もうちょっとすり寄ってもいいかな、歩み寄ってもいいよねっていう風な、ちょっとね、心を許すっていう、この言葉にちょっと私たちは孤独の中に見える安心感があるのかなと。そうなんですよ、私たちはね、俺だけは違うぜとかね、俺の人生はこうなんだぜと思う反面、他の人をちょっとだけ心許して温かく包んであげたいなっていう気持ちもね、あるのかなと思うんですよ、で、この尾崎豊さんの僕は僕であるためにっていう曲ね、これを聴くときに私がね、必ず思い出すっていうかね、これはどうかなっていうふうに関連づけるのが、エレファントカシマシさんの、俺たちの明日ですよね。土台なな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 
こういうふうに歌詞忘れましたけどね。なんかね、心残るフレーズですよね。頑張ろうぜで始まるところね、あの曲ってのも学生の頃別れた友人のことを思い出すすごくいい曲だなと思うんですよね。それからですね、ちょっと古いんですけども、中村雅俊さんのね、あのさよならが言えなくて、これも私実はね、僕が僕であるためにと同じようなね、あのテイストを感じるんですよね。まあ、ですので尾崎豊さんの曲を聴きながら他のミュージシャン曲ってのを同時に感じてしまうかなっていうところがありますけども、松潤さんはこの僕は僕であるためにっていう曲を聴きながらね、なんかこういう曲にもその要素入ってるよねとかね、こういう曲も関連付けられるよねっていうふうなのがありましたらね、また教えていただきたいかなと思います。もちろんなければないで全然いいんで、無理やりこれだよって持ってこないでくださいね。ということで今回のアンサー動画にさせていただきます。今回で45話になりますからね。松潤さんのコーナーも随分長くなりました。まだまだね、これから100話、500話、1000話と続けていく中で松潤さんのね、表現をもっともっと引き出していこうかと思いますので、私もこの返信動画ね、アンサー動画ね、楽しませていただきます。それでは本日は以上です。ありがとうございました。